はい、PCR 会場の近くの最寄り駅、こちらタプシムニ駅というところに到着しました。読めるか。改めまして、おさです。今は成田空港の第一ターミナルにいて、今回の動画から韓国の一人旅をしていきたいと思います。はい、念願の韓国です。実はね、ちょっと前ビザ申請とかが人数制限でちょっとできなくて、航空券までは買ったんだけどちょっと行けないっていうことがあっての今日になりますので、大変楽しみにしておりました。今はね8月になるんだけど、なんとね今ビザなしで入国ができます。急にね、8月限定の入国なのかなになるみたいなんだけど、今はねこうビザなしで行けます。なので今回の動画は韓国入国の動画を撮りますので、参考になればと思います。でね、入国関連のちょっと話をすると、まずね入国前と入国後にまあいろいろ手続きがあって、合計ね5つあります。ちょっとバーッと言っちゃうけど、出発48時間前までに PCR 検査をする、出発72時間前までに KETA 9コードの取得、韓国入国1日目以内に再 PCR、 日本帰国72時間前までに PCR。 まずね出発48時間前までの PCR は、まあこれ海外用のフォーマットでどこにでもある PCR 検査所で、発行してもらえればいいと思うんだけど、僕はねなんか今東京都内限定なのかな、無料でやれる検査所があって、そこで出してもらって、それでね大丈夫でした。で2つ目が出発72時間前までに KETA 申請で、これね英語かね韓国語しかないから、翻訳しながら、まあ、やるとねいいと思います。あとはね、韓国入国前に Q コード取得っていうのがあるんだけど、まあ、やってなくても入国はできるみたいなんだけど、これやっとくと入国がスムーズみたいで、要は向こう行ってやる手続きを事前に申請しておきましょうっていうやつだから、これはねやっといた方がいいかなと思います。で入国後にやることが、まあ、韓国入国1日目以内に PCR 検査をしないといけないんだよね。であとは日本帰国72時間前までに PCR 検査をする、でこれがね必要になってきます。で PCR に関しては実際この後ね韓国入国した後に詳しくね説明しながらやっていきたいと思います。で飛行機は今回はねまたジップエアを利用して向かいます。往復3万5000円ぐらいだったかな。はい、で日本から韓国は約2時間半ぐらいで到着するみたいなのでね、はい、今回も、ジップエアで、向かいたいと思います。じゃあ韓国行ってきます。はい、ということで韓国のインチャン空港に到着しました。綺麗、空港がめちゃくちゃで、ここからね多分 Q コードっていうのを出すとスムーズにね入国ができると思います。でね、その Q コードって事前に申請するとね QR コードみたいな感じでね発行されるの。こんな感じでね Q コードっていうのが発行されるから、多分これをねこっちで見せたらもうすんなり入れると思うんだよね。だね、今のところでね Q コードを見せると通してくれて、まだね申請してない人はここにも書いてあるけど紙でね書けば、まあ入れるっちゃ入れるんだけどね、 Q コードの方が簡単だと思う。今のね Q コードのところは本当にねピッとなんか Q コードをかざした、あとパスポートかな見せて終わりでしたので一瞬でした。はい、外に出ました。なんかね出したのはパスポートと Q コードしかこっち来てから見せてないから、めちゃくちゃスムーズだった。今までで一番スムーズかも。到着してから10分ぐらいで出れました。そして私はですね、まず両替をねしたいんだけど、この空港内はレートが悪いので、ここからねちょっとソウル市内の方に出てくから、そこまでの最低限の両替をこちらでしたいと思います。この後ね電車乗ってソウルの方に行くんだけど、このね T マニーカードっていうのがあって、これコンビニで買えるんだけど、これを買ってねこれにチャージして、まあスイカみたいな感じでやる方が楽みたいだから、まずねこれ買った。
のと、お、SIM カードのやつあるな。なんか SIM カードあったんだけどさ、1日1ギガまでとか制限が結構あるな。あと、よし、なんとか SIM カードゲットしました。1万8000ウォンとかだったから1800円ぐらいかな、日本円にしたら。これで使い放題だったからこれにしました。いつもはね、Amazon で買って飛行機内で入れ替えてたんだけどね、今回ちょっと忘れちゃったから。よし、できました。 SIM カード入れんのと、あとはスイカみたいな T マニーカードっていうのを購入したのと、あと両替ね、をやって、よし、ソウル市内に向かいます。空港はね、こういう感じで、あの、日本語でもね書いてあるから分かりやすいと。これね、電車はこっち。そうだ、で、到着してから1日以内にね PCR 検査を受けなきゃいけないっていう話をしたと思うんだけど、このね、インチョン空港っていう中にももう PCR 検査所っていうのが隣接してるんだって。ここだとね、12万ウォンだから、日本円にするとね1万2000円ぐらいで PCR 検査ができるところもあるの。ただちょっと僕はね、ソウル市内の検査所で受けようと思って、そこはね6万5000ウォンだから6500円ぐらいで受けれるんだよね。だから空港で受けるより半額ぐらいで受けれるから、ちょっとねそっちに僕は行きたいと思います。一応ね、空港内で受けるところも概要欄の方には貼っとこうと思うので、市内の方まで行って受けるのがめんどくさいっていう方はね、そこで受けてもいいかなというふうに思います。あ、なんかここが多分電車の入り口になると思うんだけど、まずはね、その T マニーカードっていうのを買ったから、それにねチャージをしていきたいと思います。ここね、ここでね、この T マニーカードってやつにチャージします。日本語して、私のサービスで選択を受信しよう。出発列車をお選びください。これ何、席が決まってる感じ。これは鉄道列車だからちょっと違うんだね。一般列車はこっちだ。僕がやりたいのはこっちなんだよ。こっちが一般列車だ。青いのが普通列車で、なんか黄色いのがなんか列車、すごい列車。ここで日本語を選んで、これ交通チャージ、交通カード充電を選択しました。ここにね置いて、充電金額を選択し、でこれでいくらやりますかってやつだから、一旦直接入力、1万3000ぐらい、1万3000も1300円ぐらいちょっと入れとこうと思います。でお金入れんだ、ここに。ないや、入らん。あ、入った。あ、これで今完了。領収証が必要な方はこれで多分この中にチャージされたんだと思うわ。ここにも T マニーカード買うとこあるわ。チャージできるところの横にね、カード買えるとこあるわ。ここで買えばよかったの。まあいいや、じゃあこれで乗っていきたいと思います。入れた、入れたぞ。うわ、めちゃくちゃ綺麗だな。どうな、ここからね、まず市内に行くのにもだいたい1時間ちょっとぐらいかかるんだけど、 PCR 検査場まではね1時間半ぐらいかかるんだよね。今12時過ぎで、着くのがだから14時ぐらい。お腹すいた。もう一旦ここまで行きます。ちょっとゴングデオックって読むのかな、読み方がわかんない。おそらくこっちの電車だと思います。なんか電車は日本と似てるね。日本より綺麗かもしれないし、こうやって荷物を置くところもあって、ここあれかな、優先席みたいな感じの席になるのかな。あいつは何なんでしょうか。人形が吊るしてあります。
はい、PCR 会場の近くの最寄り駅、こちらタプシムニ駅というところに到着しました。読めるか。このね、駅の5番出口を出て歩いて5分ぐらいのところにあるみたいなので早速向かっていきます。そうだ、そういえばPCR って到着してね、この1日以内に受けるやつと、もう1個ね、日本に帰国前の72時間以内 PCR を受ける必要があるんだけど、それをね、今回併用することができるの。多分ね、3泊4日の日程であれば、まあ、到着して受けてそのままね、それを帰国用にも使えるから、僕もね、その併用できるような形で今回は日程を組んでいきましたので。てか韓国着いて、外そういえば歩いてますけど、はい、特に日本と大して変わりません、風景が。今 PCR 会場に向かってこんな道歩いてますけども、日本です、ほとんど。ただね、韓国語がいいですね。並んせよみたいな感じが、可愛らしいです。ここだ、この PCR 会場でやります。ちょっと何て読むかわからないんだけど、このセゲネメディカルなんとかっていうところです。でね、ここはね、ネットで予約ができて、予約するとね、QR コードが発行されるから、それをね、見せれば受けれるみたいなので行ってきます。はい、検査終了です。鼻ぐりぐり久々にやったわ。まず入ったら QR コード見せて、でその後に支払い、65,000ドンだから6500円ぐらいを、まあ、クレジットカードか現金かで支払いをして、そしたらあとは検査、口の中を綿棒でグリグリと鼻グリグリの2つだったね。はい、久々に鼻やったから鼻がびっくりしております。で、登録したメールアドレスに結果が届くっていう形だから、まあ、ちょっとね、ソウルからまたちょっと離れてはいるけど安いのでね、ぜひこちらも参考にしてみてください。で一旦ね、ホテルに向かいたいと思います。はい、ということで一旦ホテルに来ました。ここはね、ホテルズインパークヒルズっていうホテルで、明洞駅から歩いて10分ぐらいのホテルを今回予約しました。1泊ね、3000円ぐらいなんだけど、まあその割にはそこそこ綺麗かなっていう部屋になりますので、こちらにしました。ここは水回りだけど、トイレとシャワーが一緒になってるのがついてるっていうだけかな。まあ、窓もあって換気もできるし、まあエアコンもついてるし、必要なものはね、最低限揃ってるので、まあここにしました。まあこのホテルを拠点にソウルをね、回れるだけね、回っていきたいと思います。でホテルについてまずやることが Wi-Fi を接続するってことで、今までの一人旅もこういったホテルとか、まあ、カフェに行った時はね、無料で使える Wi-Fi をね、よく使ってました。でね、知ってはいたんだけど、海外で使えるそういったね、公共の場の無料 Wi-Fi っていうのは結構ね、危険だっていうのは聞いたことがあって、以前ね、旅中で知り合った人からも聞いたんだけど、まあ、カフェとかホテルとかで Wi-Fi を使っていて、そしたらね、そこからね、個人情報を抜かれたとか、あとクレジットカードでこう見覚えのない引き落としがあったっていうのも、まあ、実際あったみたいで、まあおそらくなんだけど、その公共の Wi-Fi を使ったのが原因なんじゃないかっていうふうに言われてるのね。じゃあね、どうしたらいいかっていうことなんだけど、僕もね、今回の旅からね、 VPN っていうのをデビューしました。で最近はね、いろんな人が VPN って言ってるから知ってる方も多いかと思うんですけど、 VPN っていうのはバーチャルプライベートネットワークの役になります。まあね、ちょっとよくわからないと思うんだけど、例えば何かの情報っていうのを調べるときに、無料 Wi-Fi を使うと、みんながね、この情報に対して見たいっていうふうにこうアクセスして集まってくるイメージなんだけど、この VPN っていうのはプライベートのネットワークなので、欲しい情報と自分のね、専用の通路ができるっていうイメージなの。だから第三者が見れるとか、第三者だから個人情報を抜かれるっていうことを防ぐことができるっていうのがこの VPN で、 VPN の会社っていうのはいろいろあるんだけど、今回はエクスプレス VPN っていうのを使わせてもらってます。で理由は3つあって、最速でサポートが24時間受けれて、でね、最高評価を得てるっていうことから、このねエクスプレス VPN さんを使わせてもらってます。で使い方はめちゃくちゃ簡単で、まずはサインインをしてもらって、
まあアドレスとねパスワードを設定するっていうだけなんだけど、それをやってもらうと選択中のロケーションっていうのが韓国になるんだけど、今は未接続っていう状態なんだけど、このねボタンをポチって押すだけ、はい、これだけで今接続が完了した状態になります。めちゃくちゃ簡単でしょ。もう本当にねこのワンタップでもう安心して使える状態になるので、機械持ちの僕でもねさすがにねできたので簡単にね使えると思います。これは海外にいる時に限ったことじゃなくて、もちろんね日本にいる時も同様なリスクっていうのはあり得ることなので、僕は今はね日本でもねこの VPN っていうのを使うようにしてます。使ってみてこれ最もメリットだと思ったのは、あのね海外に来ると YouTube とか Netflix とかその他 SNS っていうのがそのね国の仕様に変更になるの。だから日本のがね見れなくなるっていう状況も結構あって、これはね結構意外に不便だなっていう風に感じてました。なんだけどさっきのこの VPN を開いてもらって、このね現在のロケーションっていうのを日本にすると、そうするとねこれは今日本の回線を経由して SNS とかが見れるようになるから、これだとね日本の Netflix も YouTube もその他 SNS もこれでね見れるようになる。これをね使ってみてめちゃくちゃ便利だったし、まあ、本当にね安心して使えるっていうことが一番のメリットだと思うので、ぜひね、まあ、海外旅行に行く時もそうだし、日本にいる時のこのフリー Wi-Fi を使う時はね、ぜひねこの VPN っていうものを使ってみてください。ちょっとね長々と説明しちゃったんだけど、今だと12ヶ月の契約で3ヶ月間無料で使えることができるので、ぜひねこの動画の概要欄とコメントの一番上に詳細を載せておくので、ぜひね一度チェックしてみてください。ということでね、今回のこの韓国の一人旅はこの VPN を使いながらガシガシ動画撮っていきますので、今後のね動画も楽しみにしておいてください。今回は日本から韓国への入国の動画を撮ってみました。少しでもね役に立った楽しかったという方はぜひね高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあ本日はこちらのホテルの中で終わらせてもらいます。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。